3盾しか残されておりません。ただ追い込まれてこそ光る男、それが早尾だと思います。中盤パーも巻いていくが、どこかで捕まえたい。パームと中足、幻影陣にも抗う。これは比較的安く済ませてゲージ回収もほぼなしと、早尾的には美味しい幻影陣のしのぎ方ですね。ただ2回目の幻影陣、これは前方転身、絶唱鉄山打開絶唱と、このゲージの回収率ですね。やはりユンの強さ、ループ性、これが強キャラたるゆえんという回収率。さあ3回目の幻影陣、ただギガスが光っているので早尾にもあります。ワンチャン残りタイムは35秒、しゃがみ中盤よいしょ、めくり雷撃、鉄板ですね。あれをブロるのはかなり苦しいです。これパーム使っているが、前方転身から二小脚、鉄山打開絶唱と立ち台パンで締めて半分回収。パームリープ、画面端追い込んで、この画面端は大事にしたい早尾。ミートスカッシャー、パーム、これはターゲットからつないでいくが、つなぎはミスってしまうもののフォローがしっかりしているし、大パンで距離を離してしゃがみ中パンでゲージ回収と立ち受け抗う。この幻影陣をしのげればありますが、これは鉄山入ってまさか死んでしまうのか。まだあります、ブロっている。さあ会場のどっかからもったいないという声も上がりましたが、おそらくムーンでも死んだかな。まあちょっと難しいですね、今距離的にも。こうなりますとギガスを溜める前に倒したい牛、なんとしても溜めたい早尾という構図になります。飛んでいる、果敢なる飛び、中足と幻影陣はものともしない。これはかなりでかい、回収ゼロダメージ奪っている。ゲージも7割と、まもなくギガスが溜まる。この展開になればワンチャンあります。これは低空大パンと、この牛のさばきをかいくぐってギガスを当てたい。さあ圏内か、勝負どうする、ここで掴む。これは足りたでしょう。ワンチャンをものにする男早尾、針の穴通しますね。